来年の参議院選挙に立候補せず、今期限りでの政界引退を表明した議員が、森友学園などをめぐる安倍政権の対応に苦言を呈しました。堂々とやらへんですよ。なんかちまちまとこう隠していくような感じが見えてしょうがないね。それが国民の皆さん方になんかこう消化不良というかね、なんだかわからないというようなそういう感じが鬱積していってるんだ。今期限りでの政界引退を明らかにしたのは、防災担当大臣などを歴任した自民党の河野池参議院議員です。1986年の衆院選で初当選し、その後1995年に参議院にくら替えして以降4回当選を重ね、安全保障関連法を審議した特別委員会の委員長を務めました。若干77歳です。まあこういう感じですかね。皆さん結構元気な皆さん方よりも肺に入る酸素の量が少ないと、若い人に言った方がいいと。